ちらのリアデルトイドという肩の後ろ側の筋肉を鍛えるマシンを説明していきます。まずこちら銀色のレバー引っ張っていただいて一番奥側に合わせます。次に重りの調節をします。で次に椅子の調節になるんですけど、椅子は座って横のハンドルを握って胸をパッドに当てた時に腕が地面と水平になるように合わせてください。この姿勢ができたら肘を伸ばしたまま、まあ、真横に開いていきます。この時に肘が曲がりすぎてしまうと背中に引いてしまうので必ずできるだけ遠いところを横に開いていきます。動作をしている時に胸がパッドから離れてしまわないように必ずパッドと胸をくっつけた状態で動作をしていきます。